KHTZ-16 はソビエト連邦の装甲車である。ハリコフ戦車と呼ばれることもある。本車は STZ-3 農業トラクターに装甲板と武装を備えた即席の装甲車である。独ソ戦初期に老農石軍が壊滅的な敗北を続け、前線に装甲車両が不足していた時期に応急処置として開発。 運用されたが、農業用トラクターを軍事転用するアイデアそのものはソ連においても1932年頃からすでに存在した。開発はスターリングラードにて行われ、時間稼ぎのためにハリコフに投入された。武装は車両によってまちまちだが、DT 基準と軽量な散歩もしくは対戦車砲という組み合わせが多い。 似たような状況で急増されたオデッサ戦車とは異なり、比較的整った設備で開発が行われたため、明らかに不格好というほどでもなく、天井部を除き、軒並み10ミリメートルの走行を持つなど、カタログスペックの上では、ややまともな性能に見える。しかしやはり元が、農業トラクターである事実は変わらず、また走行や、速度の割には、車高が高く、また、 オデッサ戦車のように威嚇するという目的のためには、やや小さすぎたため、次々と撃破された。当初は800台ほどの生産が目標とされたが、ドイツ国防軍の進撃が予想以上に早かったことと、芝叩く間に悲劇波数が増えたことから、100台前後しか完成しなかった。第一次ハリコフ攻防戦、モスクワの戦いのほか、ポルタバなどでも存在が確認されている。 ありがとうございます。